柳優也、行く。綺麗に行ったな。これは柳クイノコルな。大城調子上がってきたな。先週も逆方向とか結構打っとったし、いつも同じ選手に打たれてるね。中日は宇佐美が放出された理由がわかる一発。大城地味にバンド得意なイメージあるわ。敬遠すればいいのに。大城ってバンドよく打つよな。かわいそうだわ柳。火曜日なのに満員御礼で草。中日って人気球団やったんか。変化球待ちのバッターにど真ん中投げるんや。 W 普通に歩かせればよかったやんけ。立浪って意外にはバンドでも打たれるとか。柳マジでやばいやん。宇佐美あかんな。地球でよかっただろ。宇佐美に勝った男やぞ大城は。なんでまだ柳が投げてるのですか。ホームランの多い巨人はいつも通りホームランを打っているバンテリンドームのせいじゃありません。選手がしょぼいのです。3ボールから勝負はベンチの指示だろ。保守だけの判断なんて思わん。柳相当メンタルやられてそうやな。大城と宇佐美なぜ差が生まれたのか。当時はどっちもどっちやったやん。ほんまこいつらバンドでのホームランの打ち方教えてもらってこいや。今季はもうええから戦うか。お城ドラゴンズで草。ご視聴ありがとうございました。